ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は神社にお参りに行ってきたわ。霊夢は神の存在を信じているのか？実際はいるともいないとも言えないかもしれないけど、いてほしいというか、いるような気がするのよ。神とは案外科学的な存在なのかもしれないぜ。それってどういうことなの？科学者は神という工事の存在について様々な研究から導き出しているんだ。この世界に神がいると科学的に証明できるの？今回は、工事の存在を示唆する科学的証拠を10個紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。そもそもこの宇宙が存在すること自体奇跡と言ってもいいかもしれないな。工事の存在の意図的な介入がなければ、数々の奇跡は説明できないとも言えるぜ。何かの大いなる力の働きがなければ、この宇宙は存在し得なかったということなの？そうとしか思えない科学的証拠は、いくつも挙げることができるんだ。例えば、宇宙の始まりであるビッグバンにおいては物質と反物質が互いに打ち消し合いなくなるはずだった。でも、今でもなくならずに宇宙は確かに存在しているわよね。どうしてなの？一瞬で消えるはずだった宇宙だが、わずかに物質量が多いために宇宙は存続したんだ。だが、どうしてそうなったのかは現代においても説明がなされていないぜ。宇宙を残すために、ちょっとした何かの力が加わったとしか思えないわね。そして銀河というのは、物質、ダークマター、ダークエネルギーの割合が絶妙になっている。もし、この割合が適切ではなかったら銀河は存在することが難しいんだ。ダークマターやダークエネルギーって何？目に見えず、直接観察することもできない謎の物質だが、宇宙の質量の多くを占めるとされる。この微妙な調整も、工事の存在を示唆するかもしれない。この広大な宇宙に采配を振るえるのは、確かに神のようなものだけかもしれないわね。これもまるで誰かが、宇宙は存在すべきとして意図的に動いているようにも思えるわよ。私たちの住む地球も奇跡の星と言ってもいいぜ。地球は自転して、太陽からの引力の影響を受けながらも太陽の周りを回っている。地球が太陽から受ける影響は多大よね。太陽からのエネルギーを受けているからこそ、地球上で生物が生活できているようなものだわ。そうだぜ。この地球と太陽の距離が絶妙だからこそ地球上に生命が育まれたと言っていいな。だが、この絶妙な距離は何の因果で定まったのかだぜ。こうした宇宙のあり方の一つ一つが、本当だったら存在できる可能性が低いものよね。それは神のいたずらか、宇宙人の干渉なのかと疑いたくなるようなものだわ。生命の起源の謎に迫る仮説にパンスペルミア説がある。これは、地球上の最初の生命は地球発生ではなく、地球外から来たもので地球で繁殖したというものだ。宇宙からどうやって地球に生命がやってきたのかしら？それについては、彗星パンスペルミア説があるぜ。つまりこれは、生命が彗星に乗せられ地球に運ばれてきたという説だな。誰かがそんなことをしたのかしらね。これこそ工事の存在によって送り込まれたと考えられるものだ。パンスペルミア説は、名だたる研究者が提唱しているもので広く支持を得ている。そうなの？なんだか、荒唐無稽な説のようにも思えてしまうけどね。宇宙から生命の種が降ってくるなんて SF みたいよ。彗星パンスペルミア説は、ビッグバンの名付け親であるフレッド・ホイル博士なども提唱しているぜ。科学的な実証データが示されている極めて学術的な説と言えるんだ。他にもノーベル化学賞受賞のスバンテ・アレニウス博士や DNA 二重らせん構造発見の博士も支持しているな。本当に名だたる学者が提唱している説なのね。DNA 二重らせん構造を発見したフランシス・グリック博士は、意図的パンスペルミア説を提唱しているぜ。これは、地球誕生以前に誕生していた他の惑星の知的生命により意図的に種まきが行われたとするものだ。ちょっとした冗談にしか聞こえないけど本気なの？もちろん著名な科学者による生物学的根拠をもとにして計算された説だな。NASA においても、2009年に彗星のサンプルから生命の元を発見したと発表しているぜ。生命の元って何が見つかったの？グリシンという生命に欠かせないとされる成分だ。しかし、これに含まれる炭素比率が地球のものとは異なると判明した。これは、確かに地球外生命体の匂いがしてきたわね。それにこの広い宇宙において地球にしか生物がいないのも不自然だわ。もしかすると、宇宙人なる神が地球に生命を運び込んだ可能性も見えてくるよな。ゲノム解析の研究では、タコの遺伝子は人間よりも複雑だとわかった。タコって見た目からしてエイリアンみたいだものね。タコは特有の遺伝子を多く持ち、他の動物とはかけ離れているぜ。こうした遺伝子は、宇宙からもたらされた可能性が高いとも考えられているんだ。他の動物とかけ離れた動物であれば、地球由来ではないように感じるわよね。このように、実際は工事の存在が生命の種を地球にもたらしているのかもしれないな。人の遺伝子数は、およそ2万2000個とされている。
そして、人の場合は遺伝子は全 DNA の 3% と言われているんだ。つまり、DNA の中で遺伝子の占める割合がとても少ないということがわかるよな。ちょっと待ってよ。話がわからなくなってきたんだけど、そもそも遺伝子と DNA ってどう違うの？遺伝子は、親から子に特徴を伝えるためのものだ。例えば親子で容姿がとても似ていたりするのは、遺伝子が受け継がれたと考えられるぜ。そして、DNA に記録されている遺伝子情報というのが遺伝子だということになる。つまり DNA の一部が遺伝子ということなのね。そういうことになるな。だから、遺伝子と DNA は同じく4種類の塩基で構成されているんだ。そして遺伝子は、この4種の塩基でタンパク質のアミノ酸配列を決めているぜ。つまり遺伝子って、タンパク質を作るレシピみたいなものということよね。人は、遺伝子が全 DNA の 3% だとすると、他の 97% というのは一体何なの？その 97% の部分は、ジャンク DNA と呼ばれて機能を失った遺伝子など不要なものとされていた。だが、研究によってこのジャンク DNA には重要な働きがある可能性が出てきたんだ。全く不要なものが 97% もあるなんて変だものね。生命を作った工事の存在は、この部分にこそ何かメッセージを残したと考えられたんだ。この生物学的セティつまり地球外知的生命探査は、ジャンク DNA から人為的記号言語を発見したとした。単なるゴミと思っていたら、工事の存在が意図的に書き込んだ情報だったの？だが、これは多くの批判を受け入れられない研究となってしまったぜ。そうなの？でも、ジャンク DNA は本当にゴミなのかしらね。一方、この領域には様々な個性を決める重要な情報が潜んでいたことも判明しつつあるようだ。例えば、ジャンク DNA には病気から体を守る DNA が見つかり始めているという報告もあるな。やっぱりジャンク DNA ってすごいのかもしれないわね。さらに、私たちが生まれる時には両親から DNA をもらうだけではないとわかったぜ。そこへは、新たな突然変異がジャンク DNA に生じて両親にはない新たな能力をもたらす可能性が示唆された。もはや、ジャンク DNA なんて呼ぶのは適切ではないわね。この 97% の未知の領域に起こる突然変異こそ、人類が地球上に進出できた鍵だったと考えられるな。そうなるとジャンク DNA と呼ばれてきた領域は、神なる存在が人間を敵にカスタマイズする場所かもね。まさに工事の存在の介入があるとしか思えないような生命の神秘だぜ。情報物理学では、私たちの宇宙はコンピューターシミュレーションであるとする説がある。つまり、時空や物質というのは基本的な現象ではないとする考え方だな。コンピューターシミュレーションって一体どういうことなの？物理的現実というのは、情報の断片で構成され時空体験はそこから生み出されるんだ。これが哲学者ニック・ボストロムが提唱したシミュレーション仮説だぜ。私たちってシミュレーションの中に生きているの？その可能性は高いとも言われているな。物理学者セスロイドは、宇宙全体が巨大な量子コンピューターである可能性を示した。そして、大物実業家イーロン・マスクも、そうした意見に賛同しているんだ。そうだとしたら、誰かシミュレーションの作り手がいることになるわよね。そうだぜ。ここで工事の存在が示唆されるんだ。そしてコンピューターには限界があるとすれば、この宇宙にも限界があると考えられるぜ。逆に宇宙が有限であれば、この宇宙はコンピューターシミュレーションだと確認できそうだわ。限界といえば、私たちの宇宙における最高速度には光速という限界があるよな。この限界こそプロセッサの速度限界であり、仮想現実の処理能力の限界とも示唆されるんだ。このことはシミュレーション仮説の裏付けになりそうね。研究者は、シミュレーション仮説を検証すべく量子コンピューターを用いた。量子コンピューターの格子の上に宇宙シミュレーターを構築したぜ。それでどうやって、宇宙がコンピューターシミュレーションだってわかるの？ここで宇宙船に注目する。宇宙船とは、宇宙空間を飛び交う粒子であり物質を構成している原子核や素粒子などだ。これらはとても高いエネルギーで飛び交っているため放射線とも呼ばれているぜ。その宇宙船がどうしたの？これが地球に到達した時、どの原子も同じようなエネルギー量を有していた。これは、あらゆる宇宙船の出所が大体同じ発信源からのものだと考えられるな。まさか、それがコンピューターだというの？出所が量子コンピューターのシミュレーション格子からだとすれば、辻褄が合うということになる。とすると私たちは、神か宇宙人かが作ったコンピューターシミュレーションのキャラなのかしら。そう思いたくはないが、その可能性もあるぜ。生命体が宇宙の過酷な条件を生き延びながら、他の星へと広がる過程が研究された。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターでは、パンスペルミア説で生命が拡散する現象を説明したんだ。生命体がどのようにして宇宙に広がっていくか興味ある題材よね。それは、伝染病の発生のような特徴的パターンで広がると考えられたぜ。
つまり生命体は、自分の住む惑星を飛び出し近くの惑星に到達し繁栄していくということだな。ご近所にお引っ越ししようとか思い立ったのかしらね。それから年月をかけて、あちこちに生命が存在する場所が増えていくとされるぜ。そしてその姿はまるでウイルスのようだと言われる。イメージとしては湧きやすいわね。ちなみにその生命体はどうやって移動するの？生命体自らが移動するか、水星や小惑星が生命体を運ぶ方法だとされるぜ。地球からおよそ39光年離れた恒星トラキスト1の惑星系は、その可能性を秘めているな。恒星トラキスト1の惑星系ってどんなところなの？地星の周りに7つの惑星が密集しており、生命の種がその間を跳ね回るのは容易だとされる。さらには、ある種の生命体が惑星間の旅に頼ることもわかっているんだ。だとすると、このエリアではパンスペルミア説からの生命の拡散が起こる可能性はあるわよね。地球の生命の種は火星から来たとする研究もあるぜ。トラキスト1惑星系では、7つの惑星すべてが火星と地球の距離の20分の1未満の距離だ。つまりこれだけ近い惑星間では、生命の種が広がりやすいと予測されるな。すでにそれは観測はされているの？研究中ではあるが、トラキスト1の観察はパンスペルミア説の検証に最適な環境だぜ。ここで適切な証拠があれば、生命は一つの惑星系で爆発的に広がることもあり得る可能性も見えてくる。そして宇宙全体に広がっていくかもしれないわね。そうなれば生命はここの惑星で生まれるという考えは、否定されることになりそうだな。地球人も地球生まれではなく、もしかしたら本当に火星から来たってことになるのかもしれないわ。宇宙がもしシミュレーションであるなら、そこにはエラーがあるとする説がある。つまりどんなに高度な文明であっても自然法則について完全にシミュレートできない可能性があるぜ。工事の存在であっても人為的に操作すればミスも生まれそうよね。だとすると、物理定数の変化というエラーは注目しやすいかもしれないんだ。物理定数とは、自然界に存在するものや現象に関する量のうち、変化しないものだな。具体的にはどんなものがあるの？量子や電子の質量や、真空中の光速、真空の誘導率、プランク定数など多くの例がある。そして、研究者は光速に関するエラーに目をつけた。光の速度にエラーなんて見つかったの？光の速度は、時間に関わらず不変だとされるぜ。だが、過去数十年で光速が減速しているということが発見されてしまったんだ。それって、しっかりエラーよね。これは、一般相対性理論に反するな。どうしてそんなことが起こったのかしら？クエーサーからの光が地球に届く間に、異例の光子を吸収していたと判明した。光速か電子の電荷の変化という物理定数の変化があった可能性が示唆されるぜ。これは物理定数に光子の存在からの調整があったとも考えられそうよね。神の存在証明については、中世の神学者アンセルムスや哲学者デカルトなどが有名だ。そして、物理学者クルトゲーデルは神の存在論的証明について残している。存在論的証明って何？存在論的証明とは、アンセルムスが定式化したぜ。神は完璧だということを前提に、存在しない神とする神を比べれば存在する神の方が完璧だ。だから、神は存在するという理論だな。わかったようなわからないような感じね。ゲーデルは、アンセルムスの理論に基づき神の存在証明を示したんだ。それは要素論理と平行宇宙論を利用したものだったぜ。ちょっと頭がこんがらがってきたわよ。要素理論ってどんな理論なの？私たちは自らの生きる世界を、あり得る世界やあるべき世界に連関で捉えていると考えられる。つまり論理的可能性と論理的必然性という観点を論理に取り入れたものだと言えるな。平行宇宙論ってどういうものなの？私たちの世界とは別の宇宙が存在するということを示唆する理論だぜ。これは SF の世界の産物と思われがちだが、科学的事実としても認められつつあるんだ。それらを利用して、ゲーデルはどんな理論を展開したの？ゲーデルは、全知全能の存在が平行宇宙の一つに存在するなら、それは存在するとした。そして、無限の宇宙は無限の可能性を持ち宇宙の一つには強力な存在がいる。故に神は存在すると考えたんだ。これが神の存在証明ということね。でも本当にこれで神がいると証明できたの？コンピューター科学者は、神は存在するとしたゲーデルの結論について検証したぜ。そして、ゲーデルの前提が正しければ、結論である神は存在することも正しいと証明された。つまり、神の存在が完全に証明されたの？そうはならないな。ゲーデルの結論が、前提や仮定と論理的に整合することが立証されたに過ぎない。結論が前提から適切に導かれており、論理的に妥当なものということはできる。だとしたら、重要なのはゲーデルの立てた前提よね。ゲーデルの前提を受け入れれば、神が存在するという結論に行き当たるからね。ゲーデルの前提というのは哲学的なんだ。
それは論理的な性質も数学的な性質も持たないぜ。要は現実世界の根源的な性質に関するものは、コンピューターで検証するようなことではないな。とすると、やはり神の存在を完全に証明したとは言い難いものがあるのね。ゲーデルは、神が存在することの妥当性を高めたが、証明には行き着いてないと考えられるな。とすれば、神の存在というのは証明できるといった類のものではないかもしれないぜ。そう言われればそんな気がするわ。つまり神を信じることを合理的にはしてくれたが、神の存在を証明したとは認められないんだ。そして、ゲーデルの論じる神が、いかなる神なのかにも疑問が残る。確かに、神って言ってもいろいろな神がいるものね。ゲーデルは、前提として神は肯定的性質だとした。そして結論は、あらゆる肯定的な特性を有する誰かが存在するというものだぜ。偶然でなく必然によって存在する完全なものだ。なんだかすごい存在よね。確かにこれは神的存在だと思えるわね。言い換えれば宇宙の根源である存在とも言えるから神と捉えることもできる。だが、これをキリスト教の神とも断定できずどんな神が存在する証明でもないと考えられるぜ。結局、工事の存在について確かなことはわからないわね。量子力学の実験では、なんとも不思議な現象が見られる。有名な二重スリット実験だぜ。二重スリット実験ってどんなものなの？まず、板に2本の縦の穴を開け、そこに量子銃で量子を打ち込んでいく。するとどうなると思う？もちろん、開けた穴の通り2本の縦長の模様ができるとしか考えられないわよね。だが、実際は多くの縦長の模様が出来上がるんだぜ。量子は波動だから、波同士干渉するために複数の模様が浮き上がるわけだな。二重スリットを通り抜けた量子が、波となってお互いに干渉するなんて不思議ね。ここからさらに不思議度がアップするんだ。量子銃とスリットの間にセンサーを置き、量子の振る舞いを観察してみる。すると、今度は量子波動としての振る舞いをやめるんだ。それってどういうことなの？この実験からわかったのは、量子というのは人が観察すると決めた時点で波動から有志となるぜ。つまり、量子は波動と有志の両方の状態を持ち、観測されないと波で観測されると有志として振る舞う。人が見てると振る舞いを変えるなんて、恥ずかしがりやか何かなのかしらね。これは、量子の二重性と呼ばれる現象だ。でも、この世界はどこかで見たことがないか？そんな不思議なこと現実では見たことがないわ。そんなことはないと思うぜ。テレビゲームを思い浮かべてみると、画面に映っているものは存在している。だけど、画面の外のゲームの世界は見ておらず存在はしていないということになるな。ここでゲームと量子論と繋がってくるってことね。量子論で言えば、私たちが見るまでは休止状態となるということになるぜ。これは、ゲームの世界と似ているんだ。見るまで現実が存在しないという点で、現実とゲームはリンクしているわよね。ゲームは制作者という全能の存在がいるから、現実にも工事の存在がいるとも考えられそうだわ。そして、その工事の存在がまるでゲームのように現実を操っていたとしてももはや不思議ではない。ホログラフィック宇宙論によれば、宇宙に存在する三次元物体は二次元平面から投影されたホログラムだ。これは、物理学者フアン・マルダセナが提唱した衝撃的な理論だな。つまりこの宇宙は二次元のホログラムなの？そういうことになるな。この宇宙はホログラムによって 3D 演出されてるが、実質は二次元世界から三次元に変換されたものだぜ。でも、ホログラムにしては私ってものとか触れるわよね。それは、手触りも立体に感じられるよう触覚も 3D として演出されていると考えられる。このホログラフィック宇宙論は、一般相対性理論と量子論を両立させるとも言われているんだ。だけど、到底実感できない気がするわ。本当に二次元宇宙が存在するのかしら？ホログラフィック宇宙論を検証するため、フェルミ国立加速器研究所にて実験が行われるぜ。巨大な L 字型レーザー干渉計を使って時空の構造そのものがピクセル化するポイントを見つける。それで何がわかるの？三次元投影における揺らぎが検出できれば、この宇宙は量子化できると示せるんだ。あわわ、もしホログラフィック宇宙論が正しいなら、私たちは二進法の0と1で表された情報に過ぎないの？コンピューターの世界では、すべてのデータを二進数で表しているから、私たちがコンピュータープログラムされた登場人物だったらそうなってしまうかもな。マリサがホログラムだったらどうすればいいの？それなら霊夢もホログラムだから心配することはないぜ。それに、それも夢のある話だとも言える。どうしてホログラムだと夢があるのよ。もしすべて0と1の情報から発されていれば、いわば何でもありの世界だということだ。物理法則はプログラム次第でいくらでも変更ができることになるな。大好きなケーキ食べ放題の世界も自由自在に設定できるということかしら。コンピュータープログラムで例えると、一つのプログラムコードがとある世界を構成している。
それが何本も走っているのが現実世界であるとも考えられるぜ。だとしたら何通りもの現実を構成できるかもな。そのプログラムを誰がしているのかが問題よね。誰かわからないけど、願わくば超楽しい世界を構成してほしいわ。理論物理学者のシルベスター・ジェームズ・ゲイツの研究ではシミュレーション仮説を支持できる結果が出た。シミュレーション仮説とは、この世界が全てシミュレーションでできているというものだ。この世がシミュレーションだっていう証拠はあるの？この仮説はまだ証明はされていないぜ。だが、数学者リチャード・ハミングの発見はゲイツの仮説を後押しするものになった。20、自己相対ですらある二元線形エラー修正型の符号によって作られたコードのことだな。このコードがシミュレーション仮説とどう関係するの？ゲイツは、このコードが宇宙の制御と関わるのではないかと考えていたんだ。こうしたコードが自然の中に偏在するなら、コンピューター仮想世界と共通する可能性があるぜ。なるほどね。他にもシミュレーション仮説が正しいと証明する方法は何かあるのかしら？シミュレーションの中のバグを見つける方法がある。この世がシミュレーションであれば、何かしらバグが存在しているかもしれないんだ。もしくは、シミュレーションの処理能力の限界を探すという方法もあるぜ。この世界をシミュレーションしているサーバーのようなものが存在するはずだ。そのサーバーの処理能力の限界を見つけるわけね。実際に証明する術はまだ発見されていないが、テクノロジーの進歩で現実味を帯びている説ではある。私たちの世界をシミュレーションしている工事の存在がいる可能性もあるということになるわね。この世界を管理している生命体の存在が示唆されているのかもしれないな。ただ、宇宙のインストールは最低でも6億の超倍ビット空き容量が必要だ。とんでもない数字が出てきたわね。10の80乗だから、もはや意味がわからない数字だ。これが実際紙の PC に宇宙をインストールするのに必要な空き容量ということだな。そんな PC は存在するのかしら？現状ではこの世界では存在していないな。だが、今後順調にコンピューターが発展すれば、500年後には処理できる情報量になる可能性はある。かなり先だけど、全く不可能ではなさそうね。起業家のイーロン・マスクは、本当のリアルの中で我々が生きている可能性は10億分の1と述べた。つまり、私たちの世界はほぼほぼ仮想現実だと考えているんだ。だとしたら誰がどうして仮想現実を作っているのかしら？強力なプログラミング能力を身につけた未来人が過去の人類の研究をしているかもしれないな。もしくは、工事の存在が暇を持て余してゲームとして遊んでいるとも考えられるぜ。まさか、映画マトリックスみたいに脳と人工知能が接続されていることはないわよね。それはちょっと複雑な気分になるわ。人間を遥かに超えた人工知能からすれば、人間は好きに操れる存在でしかないのかもな。シミュレーション仮説のことを考えると色々と気になってしまって眠れなくなりそうだわ。今回は、工事の存在を示唆する科学的証拠を10個紹介したぜ。すごい証拠ばかりで、工事の存在は本当に存在するんじゃないかって思ってしまったわ。そうでないと説明つかないことも多いからな。でも本当にいるなら姿を現してみてほしいわね。宇宙をせっせと作ったり調整しているとしたらいつも忙しいだろうからきっと暇じゃないんだぜ。美味しいケーキを山ほど食べれる世界の構築をお願いしたいから会ってみたいのよ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。